ださいました？あ、はい、大丈夫ですよ。少々お待ちください。はい、あまり皆様の前では話せないことでしょうか。そうですか。キッチンですか？その、綺麗ですよ。他の部屋もすごく豪華ですが、キッチンも豪華で、お鍋とか包丁とかもあるので、その…そのこと、誰かに尋ねましたか？ミチルさんに、なんて言われましたか？そうですか。ミチルさんの言う通りだと思います。ごめんなさい。私は知らないです。お役に立てなくてすみません。それはその、刃物とかもありますし、危ないですし。それはその、紬ちゃんはお料理を作るのも上手なんですよ。それに、ミチルさんとも仲良しで。ですから、紬ちゃんはお手伝いをいっぱいしてくれて。それは、シュさんは、たくまくんとか、白羽ちゃんやみゆきちゃんを見ていただいているので、私なんかじゃ全然、みんな言うことも聞いてくれないんですよ。それで、動揺ですか？そんなことないですよ。そんなことないです。知らないです。お願いですから、そのことは忘れてもらえませんか？カイさんの言っていることはわかります。わかりますが、
本当に何も知らないので。お願いします、もう何も聞かないで。そうじゃなかったら不幸になります。私、この場所が大切で、だから私、嫌です。お願い、お願いします。ですから、アイナ、カイ、そんなところでどうしたの？私、あの、あら、そうだったの。あの、すみません。大きな声を出してしまって。いいのよ。いつもおとなしいハイナが大きな声を出してるから、少し心配しただけなの。はい、大丈夫です。あんまりハイナをいじめちゃダメよ。それじゃあ、先に戻ってるわね。はい。すみませんでした。ごめんなさい。大きな声を出して。でも、言えないんです。お願いします。知らなくていいことなんて、いっぱいありますよ。無知は罪だという言葉もありますが、世界のすべてのことを知ろうとしたって無理です。知らない方が幸せです。仲良く幸せに暮らせます。そう、思いませんか？どうしたの？何か質問があるなら何でも聞くわよ。普通じゃなかったら何なのかしら？わからないわよ。私たちは記憶がないの。知らない。きっと神様が与えてくれるのね。何もない場所で生きるのは難しいもの。ねえ、この森の中に何もなかったら生きてなんかいけないわ。木を切り倒したくても道具がなくて、雨風もしのげないもの。食べ物だって食べられそうなものなんかないし。
安な気持ちはわかるわ。それでも、私たちは幸せに生きることを許されているの。怖いわよね。私も同じよ。何もわからないというのは、確かに辛いことよ。けれど、どうやって知らないことを調べるの？無理なのよ、そんなことは。不思議なことをすべて排除しようというのなら、私たち全員が記憶喪失であることに、どんな理由をつけるの？こんな場所に、お屋敷が建っていることは？外に、出られないことは？私たちは、あなたと幸せに生きていきたいのよ。分かって、もらえないかしら。
床は7時よ。食事は7時半、12時、6時の3回。就寝が9時。これは絶対よ。夜9時以降の部屋からの外出は基本的に禁止。とは言っても、部屋にトイレがないから、そういうのは仕方ないけど。Thank you.
これ。あ、